トーチカトーチカは鉄筋コンクリート製の防御陣地を指す軍事用語。日本語では特化点、特化点と訳される。英語ではその形や用途からピルボックス、錠剤、ケースの意と呼ばれ、延滞号、バンカーの一種に分類される。トーチカは点の意でロシア語の直訳で長期的な着火点の意から最後の部分を取ったものである。 ロシア語では略して、ドットと,とも呼ばれるが、これをラテン文字に転写すると英語で、点という意味になるため、一種の再帰的当事語とも言える。トーチカは上塞と区別される点は、機関銃や、それに準ずる自動化器、あるいは小型高性能化砲の登場でごく小規模な単位で敵部隊の攻撃を阻止できるようになったことである。トーチカは一般に、 円形や方形などの単純な外形で、全長が数メートルから十数メートル程度、従眼となる開口部を除いて、壁でよく保護された防御施設である。土納で作った壁の上に、丸太類を渡して土を森天外とするだけでも、簡易統治化とすることができる。特筆すべきは、コンクリート製の本格的なもので、流弾砲の直撃にも耐えうるため、排除が困難を極めるところであり、 資材が不十分な場合でも必要とあれば現地部隊の努力で石や珊瑚礁の硬い砂、廃材などあらゆるものが利用される。一般の家屋を改造して統治下とすることもある。統治下の壁には視察用と銃眼を兼ねた必要最小限の穴が設けられている。また、戦車を埋め、砲塔のみを露出させて即席統治下とすることもある。はじめから余剰の戦車。 海軍艦艇の砲塔を利用して建築されたトーチカも見られた。構造の大部分が地面より下になっており、他のトーチカなどに接続される場合の通路は、掘り下げられた溝状の残骸、トレンチや地上からの直接の出入り口がなく地下道によって接続されるも、さらにはその地下道によって後方の大きな掘るや要塞とつながっているものもある。トーチカは正面を向いた。 銃眼以外にはほとんど穴が開いていないため、視察観測が不能となる資格が多く生じる。このため、通常は複数の統治下を並べて互いにカバーし合い、敵に対して十字砲火を浴びせられるように配置される。大西洋の壁のドイツ軍の一部の機関銃統治下のように海岸と整対する位置に敵の艦砲射撃の的になる銃眼を設けず、 左右斜め前方に車線を形成できるようにしたものを組み合わせ、上陸してくる敵兵を十字砲火で制圧するように設計されているものもあった。日本においても移行として北海道の根室市と真っ前市にかけての太平洋岸に複数の統治下軍が残されており、伊洋島では破壊された一式陸上攻撃機を活用した延滞号の残骸を現在も見ることできる。 北方領土にはソ連が統治下として設置したイズマイナス30戦車が遺棄されている。また、統治下は演習場内に完璧号として作られることもあり、山田や演習場、青森県や小悪備陸軍演習場、秋田県などに移行が残る。現在でもシリアなど砂漠、平野での戦車戦が予想される、中近東諸国では旧式化した戦車を固定陣地化しているケースもある。 戦車や航空機といった兵器が登場したばかりの第一次世界大戦当時までは人間が接近して銃眼から爆薬を投げ込むといった攻撃方法しかなかったため多数の統治か、砲兵陣地、地雷原などが有機的に結合する要塞の制圧は難しかった。しかし、各種兵器がより強力に発達した第二次世界大戦ではいくつかの有効な制圧方法が編み出された。 当地下を攻撃する戦闘工兵を戦車が直接支援する。当地下の河川の後方に戦闘工兵などが空挺降下して当地下の戦闘能力を無力化する。通常の砲兵が運用するものよりかなり大きな列車砲のような工場砲は長い射程と大きな破壊力を有するため、不評や戦車が近づけないような重心陣地軍や当地下軍に対して用いられる。 ただし、準備に時間がかかり、兵艦への負担も大きいため、重要な要塞の攻略など、その攻撃対象は限られる。一方、高所速の鉄鋼榴弾を用いた、高射砲の水平射撃や、大型対戦射砲の直接射撃によって破壊する、こともあった。艦砲射撃によって沿岸部の統治下を攻撃する。敵前上陸の必要な上陸作戦では、艦砲による、 事前準備攻撃が重要となる。第二次世界大戦では急降下爆撃。現代では誘導爆弾などによるピンポイント爆撃により破壊する。特化点ではない頑強な延滞号型施設、ドイツの U ボート文化やイラクの地下軍事施設に対る貫通力に優れた地中貫通爆弾による攻撃も行われた。第二次世界大戦では不評が爆薬や 手榴弾を素手で投げ込むだけではなく、火炎放射器やバズーカを用いての攻撃も行われ、また戦後はさらに射程の長い対戦車ミサイルや、対物ライフルも実戦投げされた。しかし、これらの攻撃方法も決定的ではなく、統治下の制圧にはやはり不評による人的犠牲を伴う接近と突入が不可欠である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。